バイオリン競争曲に蝶々作品61は、ルートビヒバン・ベートーベンが1806年に作曲したバイオリンと還元楽のための競争曲である。ベートーベン中期を代表する傑作の一つである。彼は、バイオリンと還元楽のための作品を他に3曲、残している。2曲の小作品、ロマンスと第一楽章の途中で未完に終わった、波長々の競争曲がそれにあたり、 完成した競争曲は本作品一作しかない。しかしその完成度は素晴らしく、バイオリン競争曲の王者とも、あるいはメンデルスゾーンの作品64、ブラームスの作品77の作品とともに、三大バイオリン競争曲とも称される。この作品は、同時期の公共曲第4番やピアノ競争曲第4番にも、通ずる叙情豊かな作品で伸びやかな表情が、 印象的であるが、これには、ヨゼフィーネホン大ム伯爵未亡人との恋愛が影響しているとも言われる。なお、以下に述べられる情報のいくつかは、新米東弁全集における、小島真の研究に基づく。この作品の構想されたのがいつ頃なのかを特定する、証拠はないが、公共局第5番第1学章のスケッチにこの作品の主題を書き記したものが存在するという、 いずれにしても、傑作の森と呼ばれる、中期の最も充実した創作期の作品であることに違いはない。創作にあたってベートーベンは、バイオリニストで、アンデアウィーン劇場オーケストラのコンサートマスターであったフランツ・クレメントを独創者に、想定し、彼の助言を入れて作曲している。この作品が完成した時、ベートーベンはその奏行をクレメントに捧げたが、1808年に、 出版された、際の検定は、親友のステファン・フォン・ブロイニングになされた。1806年12月23日アンデア・ウィーン劇場にて、フランツ・クレメントの独創により演奏された。この時までベートーベンの作曲は完成しておらず、クレメントはほぼ初見でこの難曲を見事に演奏して、聴衆の大喝采を浴びた。しかし、その後演奏される機会が少なくなり、 存在感も薄れていった。これを再び取り上げ、バイオリン競争曲の王者と呼ばれるまでの知名度を与えたのは、ヨーゼフ・ヨアヒムの功績である。ヨアヒムはこの作品を最も偉大な、バイオリン競争曲と称し、生涯演奏し続けた。独創バイオリン、フルート、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、弦楽548分,分アレグロマ。 ノントロッポに蝶々競争風そなた形式。長大なオーケストラテージ部による助奏が、ティンパニによる、かすかに刻むリズムで始まる。このモチーフが、楽章の至るところに現れる。木管楽器が、牧歌的で美しい第一主題を歌う。続いて、シレジア民謡による、第二主題がまず木管楽器で演奏される。やがて弦楽器がトレモロを繰り広げて、金管楽器も加わって、 次第に盛り上がり、オーケストラ定示部を締めくくる。落ち着いたところで、ようやく独奏バイオリンが登場し、第一主題を奏でるが、ここでもティンパニのモチーフが現れる。第二主題では独奏バイオリンのトリルの上で、木管楽器が演奏する。そして、結尾主題へと導いて、定示部を締めくくる。展開部はオーケストラから始まり、第二主題を木管で演奏しつつもすぐに、 前奏となる。やはり落ち着いたところで独奏バイオリンが加わり、第一主題を奏で、入念な主題操作が行われている。再現部に入ると、やはりオーケストラが第一主題を奏で、これに独奏バイオリンが2音のオクターブによる重音で加わる形となっている。ここからは、定時部とほぼ変わらない。オーケストラが豪快に締めくくると、カデンとなるも、 口述の通りベートーベンはこのカデンツァを作曲していない。カデンツァの後、弦楽器がピッチカートでそうする上で独奏バイオリンが第二主題を静かに奏でるが、徐々に力を増し、最後は競争の手話音で力強く終わる。演奏時間は約25分から26分。ラルゲットと上調変奏曲。還元楽は弦とクラリネットとファゴット。 そしてホルンだけとなっているが、ベートーベンの競争曲の第二楽章によく見られる。安らかで恩恵な主題が、弱音気付きの弦楽器により提示される。第一変奏から第三変奏まで独奏バイオリンは、主題を担当せず装飾的に動き回る。第一変奏では、ホルンとクラリネット、第二変奏ではファゴットが主題を担当する。第三変奏で、漢弦楽と続いて独奏バイオリンが、 新しい旋律を歌い始めて中間部に入る。この旋律は G 線と D 線のみで演奏するよう指定されている。これが華やかに変装されるうち主部の主題が変形されて中間部の主題と絡む。弦楽器が重厚な響きを出すとここから独奏バイオリンの短いカデ茶となりそのまま第三楽章に入る。演奏時間は約11分から12分。 ロンドアレグロに蝶々ロンド形式。いきなり独奏バイオリンがロンド主題を提示して始まり、オーケストラがこれを繰り返す。次に独奏バイオリンがほがらかな第一副主題を演奏する。この後独奏バイオリンは重音奏法を使いながら細かい計画を経てロンド主題を再現する。オーケストラがロンド主題を繰り返すと独奏バイオリンがこれを変奏し始め、 やがて感傷的な第二副主題となる。これをファゴットが引き取り、独創バイオリンは装飾音から次いでロンド主題を再起させる。オーケストラの繰り返し、独創バイオリンによる第一副主題とロンドの型通りに曲は進行し、カデンツァとなる。独創バイオリンによるロンド主題の再現も兼ねて、オーケストラと共に輝かしいクライマックスを築いて、力強く全曲の幕を閉じる。 演奏時間は約10分。ベートーベンはピアノ競奏曲では第5番を除き、すべてカデンツァを作曲しているが、バイオリン競奏曲に関しては第1楽章のカデンツァを残していない。ベートーベン自身がバイオリンをピアノほど弾きこなすことができず、演奏者に任せたのであろう。多くのバイオリニストがそれぞれカデンツァを作曲しており、その中で現在よく演奏されるのは、 ヨーゼフ・ヨアヒム、レオポルト・アウアー、フリッツ・クライスラーらが創作したものである。他にも、ヤッシャ・ハイ・フェッツは、死・アウアーの作を編曲して使用しているが、異例なものとしては、ベートーベン自身によるピアノ競争曲編曲版のカデンツァに基づくものや、アルフレート・シュニトケのものがある。ボルフガング・シュナイダー版は講述するピアノ競争曲編曲版のベートーベン自身によるカデンツァを、 バイオリン用に編曲したものを録音に使用している。ピアノパートはバイオリンに置き換えられているが、ピアノ競争曲編曲版オリジナルのカデンツァにあったティンパニのパートはそのままティンパニで演奏されている。またギドン・クレーメルもピアノ競争曲編曲版のカデンツァを編曲して演奏に使用している。ピアノ版オリジナルにあるティンパニのパートがそのまま演奏されるのはシュナイダー版と同様であるが、 ピアノパートはそのままバイオリンに置き換えられるのではなく、一部はピアノパートのまま残されており、その部分を演奏させるためのピアノが繰り入れられている。その他、近年では、トーマス・セートマイヤーや、クリスチャン・テツラフが、シュナイダー・ハンやクレーメルと同様の試みによる録音を行っている。カデンツァの素材は、通常、完全なる即興演奏の場合を除けば、 同じ曲の中から素材を選ぶのが普通である。しかし、シュニトケが書き、クレーメルが後に改作したカデンツァは別の曲。それも、ベートーベン以外の作曲家の作品からも素材が引用されている点が注目される。また、バイオリンのみならず、ファゴットやティンパにも演奏に参加している点で、全くの異彩を放っている。なおシュニトケ版カデンツァの原曲は、 旧ソ連のバイオリニストであるマークル・ボツキーのために書かれた。1807年にベートーベンはクレメンティの勧めに従ってこの曲をピアノ競争曲に編曲している。ピアノ版はバイオリン競争曲の検定先、シュテファン・フォン・ブロイニングの妻、ユーリエに検定された。ユーリエ・ベリングはピアニストで1808年にシュテファンと結婚しており、 この編曲はベートーベンから親友夫妻への結婚祝いのプレゼントであったと言われている。ベートーベンは原曲のバイオリン競奏曲にはカデンツを書かなかったが、このピアノ競奏曲には入念なカデンツを書いている。特に第一楽章のものは125小節にわたる長大なものである上にカデンツでありながらティンパニを伴う破格のものである。前述したようにこのカデンツを バイオリン用に編曲して、バイオリン競争曲演奏の際に使用することも少なくない。いずれの例でも、ティンパニのパートはそのままティンパニで演奏されている。とはいえ、カデンツァとしてたまに使用されるだけで、ピアノ競争曲版としての作品 61A の演奏、ロック音例は少ない。ベートーベンがオリジナルのピアノ競争曲として完成した曲は、第1番第5番。 皇帝の5曲のみであるが、1815年にベートーベンが作曲に着手しながら未完成のまま放棄したピアノ競争曲に蝶々ヘス15があり、これがベートーベンのピアノ競争曲第6番と呼ばれることがある。ただ、このヘス15の競争曲は未完に終わっており、後世の保筆版でなければ演奏可能な状態になっていないのに対して、 バイオリン競争曲に丁丁作品61の編曲版のピアノ競争曲に丁丁作品 61A は編曲版とはいえ紛れもなくベートーベン自身の作品でありしかも完成しているそのことからヘス15ではなく作品 61A の方をベートーベンのピアノ競争曲第6番の名で呼ぶこともあるありがとうございます